みなさんこんにちは。始まりましたサブカルドン。今回はアーヤンとテテンタンとマオプーがお届けします。イエーイはい、じゃあ今日は何について話すかと言いますと、はい、今日はあれですね、昨年度じゃないですね、昨年の初めからグダグダや、やばい、あのあれやね、サブカルドンじゃない、サブカルドン12月に、そう、私たちはショートムービーの撮影に行ってきました。ね、公開されたと思うんですけど、うん、見てくれましたか？おー、ありがとうございます。嬉しい、よかった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 嬉しい嬉しい、うん、めっちゃ緊張したよね。ね、撮影が何日間やっけ？忘れちゃった。2週間そんなかかってない、そんなかかってない違う、練習とか入れたら、うん、何日ぐらいだろう、1ヶ月とかになるのかな、分からない。3日だって。3日間の撮影でレッスンがね、いっぱいあってね。ね、頑張りました。どうでしたか、ね、どうでしたか、レッスン、みんな初めてやんな、ショートムービー、うん、なんかでもなんかさ、あのその時間の中でさ、うん、それぞれの個性がさ、あのやっぱり出されたと思うんですね。凝縮されてる。そう、どうでしたかどうでしたか、出てんだ、めっちゃ可愛かったよね。なんかぶりっ子役で、なんかもうピンお顔みたいな、お顔、お顔ってどう言われたの、お顔って言って可愛かったね。ほんと恥ずかしかった。あやねちゃん、あれなんでしょ、飛べなかったんだっけ。そう、飛べなかった。そう、一応言っといたね、この場面ちょっと飛ぶのが難しかったんで、注目してください。そう、あのマオプーがやってくるときに、うん、あのなんてセリフだったか忘れたなんか座って飛ぶシーンがあるんだけど、うん、飛ぶシーンなのそれ違う、飛ぶシーンじゃなくてただただ飛ぶんだよね。普通にひょんってするシーンがあってそこがうまく飛べなかったのが悲しかったです。飛びにくい場所だったよね。そう、飛びにくい場所ね。ここどう、ちなみにここは飛びやすい、飛びやすい、飛びやすい、よかった、快適な場所やねライブでもあれやね、飛びやすい場所はいっぱい飛ばないかんね悲しい、それめっちゃ増えてる ね、 ね、楽しかった、楽しかったね、うんうんうん、どうやろ、撮影大変だったこと、うん、大変だったことは、大変だったことはセリフが飛んでしまったことかな。あ、セリフね、めっちゃ台本が何ページもあって、うん、頑張ったね、頑張った、覚えたね。どうやって覚えた、皆さんの、へえ、読むだ、めっちゃひたすら読む、あ、一緒、読む、うん、読む、みんな読むね、読みます大変読みますえ、チテンとは何が大変やった？チテンは、うん、やっぱりブスメイクが、うん、あのブスメイクするときにすっぴんにならなきゃいけないんですよ、うん、眉毛がなくて恥ずかしかった、うん、それかな。あ、今は、今はある、今はある、やだ、おめでとう、おめでたいね、おめでたい。眉毛ってあれもんね、履いてこんもんね、なかなか、そうね、でも、育毛、育毛っていうか育毛来たのそのいいや、眉毛の話マオプーは、マオは、あの、ブスメイクで、うん、あの初めだったんですよ、一番初めにブスメイクになって、だから、その、もう、あのそのなんだっけ、あの撮影場所、うん、でやっぱ待機する場所とかまでこうエレベーター上がったりするんですけど、その時に あの人に会うんですよ全然多分そんなね、真央たちの子とか撮影とか分かんない、多分そういう普通の人とか一般の方にあの顔で会うんですよねもうそのためになんかあの人どうしたみたいななんかね、すごいあれはびっくりすると。どこで会ったの、どこ、エレベーターとか、そう、エレベーターとか待ってる時もさ、やっぱ通ったりするじゃん後ろこうだからその時にやっぱ誰か通ったなって思ってパッて見抜いてしまうけど、あ、今この顔やと思って、目があったら本当に、そう、あのなんかもうすいませんってなるよ、恥ずかしくない、ね、ね、そうですね、白塗りね、カピカピせんかった、うん、カピカピやった、初めてした、マオでも、セラも初めてした、初めて、うん、初めて、ね、すごい
ヒヤヒヤしました。そう、普通のメイクとは全然違うもんね、うん、一緒だったら困るね、あれは。あんな毎日毎日、まあ、でも美白になりたい方はどうぞ、おすすめです、おすすめです。ダメや、本当にみんなあのイベントにみんなしてきちゃう、どうしよう、めっちゃ笑ってます。楽しい、やってほしい、みんな、してほしい、真似してね、してね、メイク、うん。でもほんまにしてきたらどうする、物販で、うん、もう笑って話せん気がする。チェキ取りたい、それチェキ取りたいね、逆にあるのね、うん、楽しかったことは、楽しかったこと、楽しかったこと、楽しかったこと、なんかあの撮影が始まる前に、うん、なんかバイバイ話したとこ、あーめっちゃなんか騒いでた、そう騒いでたね。あれだった、なんか何だったっけ、和室だから騒がないといけなかったんですよ、和室だから騒がないと静かになっちゃって。でも和室って静かにする場所やねってさっきも話したよね、うん、そう、でもえ、でもシーンとなるより、うん、なんかワイワーイってなった方が、ワイワーイワイワーイってなった方がいいよね、楽しいよね、そうそうそう、それはわかる、かわいい、いつもムードメーカーですね、うん、明るくなるよ。そう、なんか、なんかポーっとっても絶対なんか笑顔になるような、うん、アイネちゃんしか飛んでるから、飛んでる、いつも飛んでる、飛んどる ね、 ね、楽しかったことは、楽しかったことは、うん、最後にダンス、うん、ライブのシーンがあるんですけども、うんうん、なんか床がさ光るとこでライブが、めっちゃ楽しかった、それがすごかったよね、ああいうとこでライブしたい、ずっとめっちゃ綺麗だし、うん、すごかったね、撮影場所め全部綺麗だよね、ねえ綺麗だった、すごい、すごいな、楽しかった、インスタ映え、映えましたね、映えましたね。マオくんの楽しかったことは、マオはね、あのなんだろう、なんだろう、え、もう全部楽しかった、でも全般、なんかあの撮影期間とか、だからみんなといる時間が長かったよね、しかも長い、そうで、なんか一日中とかね、なんかマイクさんとかさ、うん、めったになんかこうこうやってしてるの見ないじゃん、だからなんかおお、え、ね、あ、こんな感じなんやと思って、そこ映るからみたいな、そう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 、しかもさ、なんかさ、あのなんか2、3、5みたいな、なんかわかる、なんか言ってて、オケですみたいな、オケです、2、3、5、オケですみたいな、すごい、どういうこと、どういうこと、どういうこと、2、3、5、2、3、5、待って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 、あれはめっちゃ真央は気にしちゃった、あれなんなんやろなって思いながら聞きよった、ずっとふわふわのやつでしょ、そうそうそう、オケです、すごいよね、こうカチャカチャカチャってして、マイクもしたいよね、マイクも重いのかな、あれかな、あ、ね、でもあんな、だって喋ってる間ずっとこうやってしとくからね、うん、大変だよね、すごいよね、でも撮る側もしてみたい、でもあ、監督とか、オッケーです、どんなん作りたい、厳しい厳しい、今エマをね、うん、え、何やろう、なんか何やろうね、あ、でもアイドルとかがいいかも、あ、なんかアイドルの楽屋みたいな、日常系、そう、日常とか、うん、マオプーは監督しとりそうじゃない、うん、しとりそう、そこ、まあ厳しいよ、絶対、どんな感じ、そこ、喋らない、しゃべちゃう、あれ、ちょっと撮りながら、うん、もっと感情込めて、もっといけるよ、感情、マオプー監督で、はい、テンパの監督で、え、じゃあ主役で、え、頑張りましょう、頑張りましょう、まあ、ぜひね、こちらで見てください、見てください、まだ見てない方は、はい、はい、はい、では今回はあやとペテンタンとマオプーがお届けしました、バイバイ、バイバイ、イエーイ、